はい、ということで今回は宮崎県宮崎市青島にございます青島神社さんに来ておりますということで、今現在皆様に見ていただいているのはあの有名な鬼の洗濯板でございます。とっても美しい、本当に美しい神社ですので、できるだけ最後までご覧になってくださいということで、今最初に見ていただきました鬼の洗濯板、この後もね、あら、今右側に見えてたのもそうでございます。一気にね、ジャンプしまして、その右側のところに来ました。とってもね、美しい大自然、原生林がある、そんな青島神社さんでございます。今見ていただいておりますようにね、途中、弥生橋っていう橋を渡ってきました。これはもう戦前だったかな、昭和天皇が皇太子の時代に、参拝こちら上がるということになりまして、その時にね、もともとこの橋も何もなかったんですが、ちょっとさすがにね、次の天皇になる方を、この中を歩かせるというのはちょっとあまりにもね、失礼なんじゃないかということで橋を建てたということでございます。そしてこの青島神社さん、江戸時代はね、伊藤家という大名がすごくすごく大切にしておりまして、5回か6回ぐらいにわたってね、社殿を増築したり、寄進したりということで、本当にね、伊藤家、大名家がすごく深く深く崇敬してたという神社でございます。そしてその時代、江戸時代の途中まではこの青島神社さん、実はね、一般の方は参拝できなかったんですね。一般の方はね、参拝できなかったんです。今またこれ映しておりますが、対岸の、はい、向こうから遥拝してきたということで、向こうにね、遥拝所があったそうでございますが、今から300年弱、280年ぐらい前だったかな、そのぐらい前になってようやくこの、神職の方ね、長友家、今も多分長友さんという方が宮司さんだと思いますが、その、神職の長友家の方が、なんとかね、一般の方もちゃんと参拝、できるようにしてほしいということで、お殿様にお願いしたんだと思います。その時に最もであるということで参拝できるようになったということでございます。はい、今ね、正面に御神門がありまして、その奥に拝殿御本でありますが、その右手に行くとね、先ほど昭和天皇の話してましたが、大正天皇がまた明治40年だったかな、皇太子の時代にまた参拝しておりまして、その時にできた元宮ですね、元宮につながる御成門という、ここがね、とってもとってもいいところなんです。私大好きなところなんですが、そこもね、通って元宮さん行きますんで、今回はね、元宮40秒の参拝時間、そして今回の御社殿のね、前30秒の、参拝時間ございますので、ぜひぜひ参拝してください。その前に手を決めてください。はい、お清めいただけましたでしょうか。これね、本当にね、御成門の方に行くとね、まさにここがね、国の特別天然記念物なんですが、この島全体が天然記念物でございます。天然記念物です。一般のそれこそ本当にね、あ、ここね、かっこいいでしょ、鴨つく宮と言いますが、これ実はね、古事記古事の文にはこの青島のことを鴨つく島というふうにね、呼んでいたというふうな記載もあるという、とてつもなく歴史がある神社でございます。まあ、実際神社の方ではね、社殿というか、まあ、要するに神社に伝わる言い伝え、とかもね、なんかね、なくなってるらしいんですね。地震とかの津波で流されて、昔の古文書等がね、なくなっているそうでございます。はい。はい、ただ先ほど申しましたように、古事記古事の文に記載されていたりとか、それ以外にもね、もう平安時代の書物にも記載されているということで、少なくとも1300年以上歴史はあるというふうに思われます。そしてこちらね、いいんですよ、これが。はい、こちら磯神社ですかね、山の神ということで、木の花咲夜姫とお姉様の岩永姫いらっしゃいます。
岩永姫さんね、なかなか祀ってる神社ないのでとても珍しいのではないかと思います。はい、そしてこちらがね、山の神をお祭りしますが、反対側にもございます。こちらはね、最後にまた帰ってきてね、30秒ほどの参拝時間ございます。その時はまた朝の太鼓、宮司さんが打っている太鼓の音が聞こえてきます。こちらは海の神渡墨神社でございまして、はい、豊玉彦の御事と書いてありますね、これは渡墨の神のことだと思います。豊玉姫様もご祭神ですので、そのお父様ということで龍神様でございます。はい、そしてこちらね、はい、おなり道ということで、これは大正天皇が皇太子の時に来られたんですが、見てください、皇族がすごいです。昭和天皇は皇太子の時にも来られてますがね、戦後にも来られております。そしてそうそう、武田恒康さんね、武田恒康さんのおじい様もね、こちら参拝上がっております。言うまでもなくね、あの武田恒康さんも参拝に当然上がっておられると思います。はい、ここが私大好きでございまして、この正面奥、ここに本宮さんございます。この本宮さんでもね、参拝いただけるというふうにしております。で、私の動画初めてご覧になっている皆様ありがとうございます。そしていつもご覧になっている皆様ありがとうございます。私の動画ではね、下の動画概要欄、説明欄にこちら青島神社さんの Google マップの地図載せてます。そして宮崎県は本当にいっぱい素晴らしい神社あるんですが、おすすめ動画をいつもなら最近は4本なんですが6本ぐらい載せたいと思います。その6本ね、ぜひ1本か2本ご覧になってください。高千穂の峰は今回載せないかもしれませんが、あのすごいね、神社いっぱいあります。でその神社の経路図ね、どういう風に回ったらいいですよという経路地図も載せてますので、ぜひご覧になってください。あとはね、地域別、御祭神別の、再生リスト、これもあります。あとタイトルの下の宮崎県神社をクリックしていただくと、過去公開した宮崎県の素晴らしい神社ずらっと並びますんで、1本か2本かお時間あるときに全部見ていただければ幸いです。ということで本宮さん、こちら御祭神彦ほほでみのみことと豊玉姫のみことでございます。どうぞご参拝ください。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。ここね、本宮さんとっても美しくないですか。私ね、ここが大好きなんでございます。あともう少ししたらね、現地の私が少しだけ喋ってるので、そこは現地の私にね、バトンタッチしたいと思います。あと、あの先ほどね、御社殿がありましたが、その右手にあった、海の神を祀ってるというところね、あとでまたもう一度見ていただければかな、いいなと思うんですけど、あと確かあそこ宿儺彦那さんがね、祀られてるんですよ。しかし宿儺彦那さんなのに、なぜかね、今年の主って書いてあるんですよね。これってあの茨城県のね、坂面磯崎神社さん、大崎磯崎神社さんのね、兄弟神社、あそこも宿儺彦那さんって書いてあるのに、今年の主って確か書いてあったと思うんですね。はい、ということで現地の私に変わります。はい、ということで平花というものをね、こちらに投げるんですが、投げ方にも作法がございます。奥にね、ここがね、岩坂と申します。昔ね、ここで、神事を行った岩坂でございますが、岩坂に向かってまずは、本当はね、二礼なので、直角90度以上にね、曲げていただければと思います。そして平花、今こうね、投げてある小さな、お皿みたいなものですね、こちらに小声で願い事を唱えると、はい、
小声で願い事を唱えて、先ほどのこちら岩坂に向かって平垢を投げるということですね。岩坂に平垢が収まれば、あのね、中60センチ四方かな、狭いところでね、60センチ四方なんですが、もうちょっとあるか、そこに入れば心願成就、心願成就、はい、平垢が割れれば開運厄除け、はい、ちゃんと入れば心願成就、割れても開運ですね、というそうでございます。はい、これが青島神社さんのね、元宮の平垢投げでございます。こちらに書いてありますのでね、はい、偉そうにやり方に申しましたが、こちら書いてありますので、そちら見ていただければと思います。はい、この角度綺麗じゃないですか。いいですね。まあ、先ほどね、現地の私がちょっと知ったかぶりをして喋っておりましたが、あそこに書いてあることを読んだだけでございます。読んだだけでございます。はい。私が言ってることもいっぱい間違いありますんでね、あんまり簡単に信じないようにお願いいたします。本日はお盆の真っただ中で、世間様ではね、とんでもない嘘つきたちがなんか南海トラフで地震がどうのこうのと言っていたその日だと思います。本当にね、とんでもないやつがいっぱいいますね。最近私知ったある本当スピ系の、本当に大嘘つきはなんか震度12とか言ってたそうでございますよ。震度は7までしかございません。ああいうね、ああいう嘘つきとか、やたらと恐怖を煽るようなそういう人は信じないように皆さんしてくださいね。少なくとも私の動画を見ていただいている皆様には、それこそ私の言うことも簡単には信じず、私はまあそんなね、人様の心を左右するような大層なことは言えませんが、あとそんな特にスピ系のやつらは、はいはい、本音が出てしまいましたね、やつらって言ってしまいましたが、信じないようにお願いいたします。ということで、今からまた、拝殿の方に回ってね、あちらの方でも30秒ほどの、参拝時間ございます。で、先ほども言いましたけど、太鼓が鳴っておりますが、あれは現地で実際に鳴っている太鼓の音でございます。いやー、本当にね、青島神社さん、日中来ると本当にね、お祭りでもしてるのかなっていうぐらい参拝者が多い、とてつもなく人気の神社でございますので、今回の動画もね、一番最初の映像が確か5時46分です。朝のね、5時46分です。で、Google マップ見ると8時から空いてるって言ってますけど、あれは多分社務所だと思います。実際にご神門が開くのはね、6時ぐらいかなというふうに思います。一瞬だけ門を開けている宮司さんが映っておりましたよ。はい、ということで、どうぞご参拝ください。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。今回は宮崎市にある青島神社さん、とってもとっても素敵な神社さん、私も今まで4回5回ぐらい参拝してるんですけど、ようやく初めて動画を公開いたしました。はい、ということで、今後はね、ちょっと、反省をして、有名な神社さんで公開してないものは、まあ半年に1回は公開したいなとは思っております。はい、ということで、今回初めて動画をご覧になって、ここまで見ていただいた皆様、できればおすすめ動画、あと1本、宮崎県のとてつもなく素晴らしい神社がいっぱいありますので、ぜひ見てください。あと地域別、祭神別再生リストと、あとタイトル下の宮崎県神社、ぜひクリックして宮崎県の神社ご覧になってください。ということで、最後はまた美しい朝日が出ているので、朝日、ちょっとね、雲の中ですが、これをご覧になっていただいて、私は毎日18時30分に全国のどっかの素晴らしい神社の動画を公開しております。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。